ホテル,ホテル施設は、バブル景気に、北海道宅食銀行から、巨額の融資を受けたソフィアが、北海道中央バスから、バラト園を取得。一方で、ドイツフランクフルト郊外のクアハウス、タウナステルメと提携、合弁会社、タウナステルメ札幌を設立、タウナステルメを参考にして建設した、札幌テルメと、テルメインターナショナルホテルが前身になっている。 ソフィア、中村グループ中核企業のソフィアは、個人利用室から、ブライダルやサウナ事業を手掛けるまで拡大していき、温水保養施設を計画すると卓銀は、インキュベーターの融資先として、支援を始めた。ソフィアは、札幌テルメに隣接して、ホテルショッピングセンターコンドミニアムなどを建設する、計画を持っており、ヤオハンをテナントとして誘致する動きも進んでいたが、 市街化調整区域による制約や農地法違反疑惑の影響などから実現にしなかった。回収を懸念しつつ先行融資を続けていた卓銀はソフィアグループの分離再編を実施したが当初の見込み以上の融資を実行し続けたことは株とデコムに対する不良再建などとともに卓銀の体力低下の一因となり1997年に経営破綻した。 白銀の経営破綻後は施設の売却先を探すが、不調に終わり、1998年に、ホテル経営のテルメインターナショナルホテルシステム、札幌テルメ経営のタウナステルメ札幌資産管理会社の中村孝さんが、破産宣告を受け、施設は閉鎖になった。その後、破産管罪人によって、 複数の企業と任意交渉を試みるが実現せず、破産財団が放棄して、整理回収機構の申し立てにより、不動産競売にかけられた。2001年に最低売却価格を減額した再入札によって、シャトレーゼが14億1650万円で落札し、最終的には中村興さんなどと売買契約を締結して取得した。 シャトレーゼは施設の改修を行い、2002年にシャトレーゼがトーキングダム札幌として開業。シャトレーゼは周辺をお菓子の街のテーマパークにする構想を持っていたが、市街化調整区域であるために交渉が進展しなかった。年表客室レストランバープール、温泉ショップウェディング宴会、会議敷地内には2つの区費があり、 帰宅歴史と文化の88線のうち、愛の道、シノロ、タク北、愛の里コースに選定されている。白鳥の翼のうなり振りかぶり望みありて、庶民の棒の青木久し、札幌駅北口から、阿蘇駅を経由して、無料送迎バスを運行している。ありがとうございます。